高津都城は群馬県緑市高津湖地区にあった日本の城である。高津都渓谷東岸の崖上に築かれた城。本丸は溶岩山の山頂にあり今では本丸跡に溶岩神社がある。聖徳、講和年間に山田氏によって築かれたと伝わる。しかし、官能2年10代目山田地区を守るのりゆきの大、霧龍国綱の家臣である。 谷四郎直綱に攻め滅ぼされた。この後に入ったのは、里見氏である。里見氏の七代目の義連の三男似田山市連が、国綱の娘を正室に迎え、その縁で、建徳二年に、似田山八里を国綱から任されたのである。なお、似田山城は、山田氏の旧居城である。似田山里見氏が支配していた高津都城であったが、市連より四代後の総連が、 越後の上杉謙信に攻められ自陣して果てた。天正二年九月のことである。某州の里見実葉は似た山に住む一族の僧、蓮のもとに身を寄せていたが、この僧蓮の死によって、紀流に移って、紀流氏の客分となった。そして実況は西、勝政と勝康を上杉謙信に託した。ところがこれが、紀流ち勝馬に内通と誤解され、 元気元年3月20日に爪腹を切らされた。越後の上杉謙信の元にいた兄弟は、親のあだを打ちたいと天正4年10月に高津都城に隠れ、その翌年5月2日、陽明の砦を襲ったが、城主石原岩見守を取り逃がしてしまう。石原岩見守は、揺楽く西家に属していたため、兄弟は揺楽く西家の怒りを受けて攻められ、 天正六年九月十八日で勝康は深根を受けて討ちじに兄勝政は上兵の除名を条件に切腹して果てた。兄の随元勝政二十八歳、弟の勝康二十五歳であった。溶害山の麓の阿弥陀堂に里見兄弟の墓が伝来する。しかし、大ま町調子によると里見兄弟の伝説はそれを裏付ける同時代資料がなく里見氏の系譜に 勝ツらの名もなく、また由来に登場する気流詩も、後世の軍機物にしか見えない状態のため、一連の、伝説は後世に創作された物語である、可能性が高い。多数の平場からなり、掘り切り、縦彫り、井戸などが残る。一方で明瞭な孤高は見当たらず、土類も、わずかしか見られない。ありがとうございます。